どうも、おばんでございます。セクションでございます。ですね、また今年も呼んでいただいてですね、本当にありがとうございます。やっぱりビフカ最高ですね。しかもこの夕暮れな感じすごくいいですね。はい、あのビール飲んでる方もジュース飲んでる方もですね、セクションのこの30分のステージにですね、ちょっと力を貸していただければというふうに思いますので、ひとつ皆さんよろしくお願いします。はい、ということでですね、元気よくですね頑張っていきたいというふうに思っておりますけれども、私たちセクション、ね、1年に1回しか活動しておりません。本当にですね、今日集まりました。1年ぶりに会ったメンバーでございますけれども、本当にですね、この4人最高でございます。この4人にしかできない音をですね、これから皆さんにお届けしたいと思いますので、最後まで一つよろしくお願いします。行こう。
もうすぐ49歳なのでですね、結構きついものがありますけれども、49歳になってもですね、バリ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 頑張りたいと思っているサディ小山でございます。ちょっとよろしくお願いします。あ、そうでしたね、今日初めてねセクション見られた方もいらっしゃいますのでですね、先にメンバーを紹介しておきます。そうしないとですね、あの黄色い声が聞こえませんから、サビーとかヒデちゃんとかそういうのが欲しいわけですよ。それでは行きましょう。オーベース武田秀樹、ヒデちゃん50歳です。50歳ヒデちゃんになったの。おお仕込んでるもんな。もうね、一年に一遍しか会わないから何が起こるか分かりません。さあ、それではオンドラムス高原みよる、高ちゃん。タカちゃんでございます。3人のメンコイですね、子供たちも今日来ておりますけれども、それでは行きましょう。オンギちゃん、小林和美さん、はい、どうもありがとうございます。じゃあちょっとですね、黄色い声の練習をしてみましょうか。 OK、 オンベース、ヒデちゃんだよ。3、はい、ヒデちゃん。あんまり人気ないな、ヒデちゃん。飛び方がちょっと低いからじゃないか。じゃあドラムのタカちゃんいってみよう。いきますよ、黄色い声ですよ、せーの。もっと人気ないぞ、これいかん、頑張らないといかん。そして一線、一線で、いくよ、せーの。あれ、ちょっと今人気あったの。どう処理していいか今わからなかったけれども、はい。そしてですね、私、今日から名前変わりました。私、ちっぽけさんです。ちっぽけさん、今日からちっぽけさんになりました。はい、違った。私、スタディー小山ですよ。みんなスタディーって呼んでください。黄色い声ですよ、お願いします。3、はい。もうちょっと頑張れとかだな、僕もな。よし、じゃあ2曲目いっちゃいましょう。あれ、行かないけど、あ、ちょっと待って。段取り決まってないもんですけどね、2曲目が何かも僕はあんまりよく分かってないんですけど、前奏が始めると歌い出すっていう仕組みになってますから、じゃあ行ってみましょう。2曲目You're gonna be shut the hell up. You're gonna be shut the hell up.
すごいですね。本当にですね、何が起こるか分かっていない自分もいてですね、みんなそれぞれですね、多分ですね、すごい練習に練習を重ねてですね、小林君も指の動きが滑らかになってますね。びっくりしてしまいました、はい、すっごい飲んでるから動くんだ。あ、酒の力ですね。酒なんか飲んでライブしちゃいけないで、ブル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 。はい、ということでですね、本当にですね、あ、しまった、お客さんがもしかしたらついてきてくれていない、いないかもしれなかったな。皆さん、こんな感じで大丈夫ですか？どうやら大丈夫そうですね。ふなっしーもあそこでなんか汗かいて頑張ってるのでね。はい、ふなっしーじゃなかった。はい、ということで、じゃあですね、だいぶいい感じで日も暮れてまいりました。皆さん、お酒の方は進んでますか？ビール、今日はカクテルなんかもですね、随分と豊富にあるみたいですけど、バーオープンというですね、ネオンがキラキラとしております。ぜひですね、お酒飲める方ですよ、運転する方はダメですから、それ以外の方はですね、じゃんじゃん飲んでいただいてですね、じゃんじゃん食べていただいて、そしてですね、酔っ払ってセクションを盛り上げてください。はい、ということで、あんまり喋るとですね、今日そうだった、最後じゃないので急がないといけなかった。次はですね、このちょっと日暮れちゃったけどもね、太陽の丘っていう歌を聴いてください。変な感じ。はい、太陽の丘聴いてください。
ビール、あ、そうです。私は地方公務員なもんですからですね、現金はいただけないんですけども、ビールはいただきますのでですね、何もでも並べていただければ全部飲み干しますのでですね、現金公務員でしょ、全員公務員だった、そうだった、公務員バンドでした。現金 OK です。現金大丈夫かな、ダメですよ、はい、ということでですね、ちっぽけさんも頑張ってきましたけども、本当にですね、どうですか、いい感じでしょ、セクション、このねバンドって難しいんですよ。今日もたくさんのミュージシャンの方いらっしゃいますけれどもですね、音楽性の違いとかね、上手いとか下手とかね、そういうこと若い頃気になるんです、結構。でもね、40も後半になったらそんなことは全然気にならないんです。皆さんの笑顔を見たくてですね、楽しくやらせていただいているだけなんですけども、そんな感じでもいいですか？ありがとうございます。強引な感じですけども、何よりですね、私たちアマチュアミュージシャンでございますから、ここにいらっしゃるですね、お客さん一人から1000人までですね、その数関係ないです、誰かを喜ばしたい、笑顔を見たい、そしてちっぽけさんになりたいっていうですね、そういうことになってますので、よくわからないと思いますけど、じゃあ行ってみましょうか。次の歌もう後半ですよ、そうと思いますよね、よし行っちゃえ。
初めてのパターンですね。本当にですね、1年に1ページしかありませんからですね、何が起こるか分かりませんけれども、とりあえずですね、とうとう最後の曲になってしまいました。いやもう本当にですね、また来年呼んでいただけることも分かりませんけれども、この命続く限り、頑張っていきたいと思ってますけども、もう一回黄色い声聞かせていただいて大丈夫ですか。ヒデちゃんに後から怒られますからね。もっと俺のことをアピールしてくれっていうところで、いきましょう。オンベイシー武田秀樹、ヒデちゃん。もう一個あったんだ、もう一個あったんだ、知らなかった。オンドラムス高原みどる、高ちゃん。本当に恐ろしい人たちですね。何が起こるか分かりません。ドンキだ小林勝利一世。身内じゃねえかみたいな。いいんです、それでもういいんですよ。そして私ですよ、解明した方でちょっと言ってみてください。解明したんですよ、覚えてるから。みんな3、はい、皆さん、はいはいはい、どうした、みんなついてこないのか。自分が知らないか、もう知ってるから大丈夫かな。もう一回いくぞ、ちっぽけさんの人、3、はい、ちっぽけじゃないけど大きいぞ、結構。ということで私、スタディー小山さん、はい、スタディちょっと振り方が悪かったということでですね、セクションこの4人で頑張っておりますので、体力続く限りですね、このイベント盛り上げていきたいと思いますので、一つ最後まであと1曲ですので、よろしくお願いします。いきましょう。
年を重ねると段取りもわからなくなり、曲のサイズもわからなくなり、ストレスも残されています。しかしお客様は私のことを温かく見守っていただき、特にあちらのお客様のようなです伝わります。すごく温かくあります。でもあっちの店からやってみようとお兄さんのところにはですね、ちゃんとありがとうございます、本当にありがとうございます。これで一つにもあったから大丈夫だ。もしかするとこのテントの後ろの方に不動の人がいるかもしれないけれども、そこまではちょっとですね、年齢的に無理です。だからあとはここにいるぐらい頑張りましょう。いいですか。この歌はですね、ムーンライトシャドウ、なんかわかんないけどムーンライトシャドウってみんなで言ってみましょう。ムーンとライトとシャドウ、いきましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ムーンライトシャドウ、ムーンライトシャドウ。やっぱりなんでこの叫んでるのかよくわからないんですよ。そしたら何かいい言葉はないかな、いい言葉はないかな。来年も頑張るぞ、来年も頑張るぞ、来年も頑張るぞ、見ていきましょう。ワン、ツー、スリー。